天台宗東北大本山貫山中尊寺。中尊寺とは一つの建物を指す名称ではなく、本坊を中心に大長寿院、願成就院などの17の寺院からなる山全体の総称。山内にはそれぞれに属するさまざまなお堂、建物が建てられています。一山の中心となるのがこの本堂。1909年に再建され、古くから伝わる法要儀式の多くがここで行われています。本堂の正面に立つのがこの表門。通常の寺院の三門とは異なる薬医門と呼ばれる形式の門で、1659年、後の一関藩主伊達宗勝邸の門を移築したものです。大切なお経が収められていたのがこの経像。もともと2階建ての建物でしたが、火災で焼失、残された古材を使い現在の形に再建されたと伝えられています。金色堂、旧大井堂は室町時代に現在の形になったと考えられており、昭和38年まで金色堂を守る役目を果たしていました。数百年の間、風雪に耐えてきたこの大井堂、いつしかそれ自身が貴重な建造物となり、現在に至っています。峰薬師堂のそばにあるのが願成就院宝塔。中尊寺にある石造美術の傑作の一つです。首の部分がある宝塔の形でありながら、屋根部分より上が五輪塔に類似した他に見ない形状で、平泉型宝塔とも呼ばれています。峰薬師堂にある池、梅雨入りの時期になると天然記念物のモリアオガエルがやってきます。普段山の中で暮らしているモリアオガエルは、池のほとりにある木の枝に泡状の卵を産みつけ、また山へと帰っていきます。